皆さんおはようございます。ただいまの時刻は6時過ぎかと思われます。ちょっと時間覚えてないんですけど、本日ブラックピンクのライブでございます。イエイ。まだ寝ていません。やばいよね。でも12時から12時半の間にグッズ受け取りがあるんですよ。だから絶対に寝坊できない、つまりもう寝ないということですね。寝ようかなと思ってるんですけど、多分起きれないですね。今日は友達がいるんですけど、友達はアラームで起きれる派なので、おはようございます。今日もむくんでいます。というわけで朝ごはんを食べます。今日は国産小麦使用ふんわりちぎりパン。これさ、新発売って書いてあったけど、中に何が入ってるのか分からんけど、見た目はマジで昔からあるやつとそのまんま一緒。とりあえずいただきます。これはお友達が買ってくださった飲むヨーグルトいちごです。いただきます。あ、匂いがマジで一緒。え、これ絶対新商品じゃないって。うん、違う、新商品だわ。中がなんかいつもチョコが混じった白いクリームみたいなだったんだけど、めっちゃチョコです。味は新商品じゃない。美味しい。相変わらず顔がパウダーまでやったんですよ、この顔でもね。ライブ会場に行ってしまえば私は喋る時間がなくなってしまうので、今のうちにたくさんいろいろおしゃべりしようかなと思うのですが、ついにこの日がやってきましたね。やばい、ゲップがやばい。なんでか、何なんだろうね。ブラックピンクはこんなんじゃないのに。でもジスちゃんはあれだよね、自分の顔がこけてるのがコンプレックスだから、大事な日の前はラーメン食べてむくますみたいな言ってたよね昔ね。今日はあれなんですよ、ファンクラブで当たったやつじゃなくって、何だっけな、何かで当たったやつ、確か一般か何かで当たったやつで、席は全然良くなかったんやけど、だけど普通にファンクラブとかでも2階席に飛ばされてる人ってめっちゃいて、エニーパスっていうアプリでチケットをね配られるんですけど、エニーパス自体が結構なんか座席ランダムみたいなところがあるらしくって、今までブルピンはローチケだったんですよ。だけどね、変わってしまったせいでこんな状況になってます。前までブルピンはファンクラブとか入ってたらマジで席良かったの、絶対に。まあそれだけファンクラブ会員が増えたっていうのもあるかもしれんけど、むずいよね。今日は特に何も髪型とか決めてないけど、可愛くしたいですね。私ライブの時のアズイフが一番好きなんですけど、もしかして瀬戸り落ちとかしてたりしますか？そんなことないですよね。てかさ、でもさ、そもそもさ、ブラックピンクにその瀬戸り落ちっていうものがなかったじゃないですか。そもそも曲数が少なかったから、だからアズイフは消えないのかなって思うとちょっと悲しくなるよね。あるわ。全然瀬戸り落ちとかじゃなかった。ボーイバーヤングもやってくれるし、 D4 もやる。あらら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 、今回あれがありますね、ソロがありますね。オンザグラウンドさん生で聴けるのめっちゃ嬉しい。でもやるよね、日本ではやりませんとか言われたらどうする。ジスちゃんのソロフラワー聴けるのもめっちゃ楽しみ。現在お団子にしています。ライブの持ち物障害の時にやった髪型と全く同じやつを今日はやろうと思います。で、なんかこの年にもなってとか思う人いますよね、多分ね、うん、私も思うんですけど、もうやっぱ私はお団子が好きなんですよ。なのでお団子をしちゃいます。たませんだけ、後ろでさ T4 流れてるの聞こえてるかな、もしかしたら。昨日ぐらいからずっとブルピン流れてます。そう、着る気なかったんやけど今日ブルピンの T シャツ着ちゃった。これやり方教えてってね、何件か来てたので教えます。まずツインテールするやろ、三つ編みをするんですよ。でもきつすぎるのはノット出すんですよね。ちょっとほらこんな感じでぷかぷか浮かすんです。次に巻きます、もう思い切って。で、別にもう綺麗とかじゃなくていい、ピン止めでどうにかなる時代だから。止める、これで OK。 そしたらあれいつものショールのやつじゃないやんってなるやろ。そしたらとりあえずこの辺適当に止めるんですよ。これでお団子の完成。やっぱりちょっと左右差は生まれるけど、いい感じなのではないでしょうか。あとはリスちゃんとロズちゃんのピンをつけたら完成です。ではまた回します、バイバイ。思い出作りです。完了、イエーイ。とても楽しみです。またポニー品紹介やりますね、バイバイ。プリクラ、プリクラです、イエーイ。かわいい、ここボタンの色が違う、黒。ちょっと背景の人映りまくっちゃうからモザイクめっちゃかけるんやけど、フードコートにやってきました。私は今びっくりドンキーを待っています。あー、ほんと楽しみ。この後座席発表ですね。
明日の座席発表が3時にあるんですけど、めっちゃ楽しみ。これ開封しようかな。ヘアアクセサリーみたいな。私まだロゼを持ってなくて。せーの、バン。おー、リソ。おー、リチェンをね、私は出したいので行きます。せーの、バン。おー、ロゼちゃん、やった。次、せーの、バン。おー、ジスちゃん。え、これジェリーちゃん来たらコンプだよ。でもネットだと4つ買ったらほぼコンプリートできるんですよ。でも今回は物販のお姉さんが渡してくれるからどうなるかわからないな。せーの、バン。おー、リサ。え、やばい、リサちゃん3つ目。えぐ。びっくりドンキのノーマルハンバーグとウーロン茶です。それではいただきます。このシーンを撮ったところでって感じなんですけどね。いただきます。ハンバーグいただきます。うまい。じゃーん、今アクリルスタンドを出しました。本当に本当に可愛い。てか私ブルピンのアクスタ今まで持ってなかったんですよ。なんかの購入特典かなんかで出たことが確かあったんですけど、ゲットできずにいたんですけど、ついにゲットしました。可愛い。かっこいい。リサちゃんも最高やし、このなんか三つ編みっぽくなってるこのロゼちゃんもめちゃくちゃ可愛い。やばい、あと少しで会えます。あと3時間ちょっとで。というわけでまた動画を回します。天気が悪くなってきちゃったけど、ボーンピンク、リチェンです。リーチェン。おー、落ち着いてる。友達の双眼鏡を買いに行きました。そして雨が降ってきたのでレインコート。今雨がやばかったので急いでドンキに行ってカッパを買ったんですけど、雨が降っていない。なんでだこれは。まあまたこの後に備えようと思います。バイバーイ。結局カッパ使いました。そして雨がやばい。すぐに会場に向かおうと思います。それでは行ってきます。あ、ひどくなってきた。行ってきます。なかなかエニーパスが開きません。今終わりました。帰ってます。本当になんかやばすぎて、最初出てきた時めっちゃなんか勝手に涙出てくるぐらい本当なんかやばくって、あ、ブラックピンクがいると思って、なんかすごく嬉しかったです。本当にそうだから、レポもね、帰ったらちょっとしたいなと思うんですけど、なんかほんまに嬉しくって、なんかすごい高校生、最後に会ったのは高校生の時だったんですけど、高校生の頃をなんか思い出しました。本当に幸せな時間でした。ではまた後で。お家に帰ってきました。今日の夜ご飯です。ちょっとやりすぎた気もするんですけど、まあ、いっぱい食べちゃいます。これは最近めっちゃハマってて、もうほぼ毎日ってぐらい食べてるんですけど、マジで美味しいからおすすめ。これのコムタンクッパも美味しいし、ドライカレー食べたけど、ドライカレー食べるやったら、まあ、このコムタンクッパとカルビクッパがおすすめ。今日ハイライザットから始まったんですよ。私は D4 から始まるツアーがめちゃくちゃ好きだったんですけど、ハイライザットめっちゃ良かった。あとなんか今回エニーパスで入場するじゃないですか。本当に繋がんなくって、みんながやるからで30分遅れたんですよ。約30分。しかも途中でなんか機械トラブルみたいな感じでちょっとだけ止まったんですよ。3分ぐらい。初日っていうこともあってちょっといろいろとトラブルがあった公演でしたが、楽しかったです。リサちゃんのさ、ソロマジでやばくて、なんかポールダンスみたいなのやるのね。イグかって、なんかかっこよすぎて、なんかほんまになんかリサちゃんってすごいよな。ほんまに細い。ロゼちゃんもめちゃくちゃ可愛かった。やっぱりあのブロンドヘアが似合うよね、ロゼちゃんは。あとプロコがジェンチュー・リーちゃんだったんですよ。で私の推しが一緒に乗ってて、で一緒にモニターとか切り抜かれてたりしてて、ほんと可愛くって、絶対 DVD 化してほしいなって思いました。もうさすがに今日はなんか機械トラブルあったので。なんか新しいペンライトさ、色が変わるんですよ、これ。なんか緑とか青とかめっちゃ綺麗になるんやけど、絶対いろんな色になって可愛いやんと思ったけど、全然ライブ中全員ピンクやった。今までと変わらなかった。喋りたいこと多すぎるな。はっきり言ってた、3年ぶりとかなんですよ、ライブが日本での。だから日本語忘れましたってジェニーちゃんが言ってた。日本語曲が1曲もなくって、少しだけ悲しかったけど、ワルツしてるじゃないですか。でワルツしたり、リスちゃんはソロ活動もしてさ、そのしょうがないって感じよね。けどいつかまた日本語でさ、ライブやってくれる日が来るといいな。
大声で掛け声できるのがほんまに幸せすぎて。あとは、私ちょっと詳しく覚えてないけどさ、フラワーのダンサーやなんかずっとやってんの。本当にブルピンもずっとやってたよ。特にジェニちゃんがもう永遠にいろんな曲でやってんのね。だけど最後アンコールあって、一番最後の曲がアズイフだったんですけど、アズイフでもダンサーさんもステージ来て全員揃ってこうやってやってた。シュールすぎたほんまに。けどなんかみんながほんまにジェスちゃんのソロをさ応援してる感じがして、めっちゃよかった。やばい、いっぱい。ロズちゃんとリサちゃん、皆さん髪の毛を洗わずにお風呂に入ってしまってすみません。でもしょうがないんです。髪の毛を染めてしまった以上、色落ちを防ぐためにも髪の毛を濡らしてしまったらすぐ乾かさないといけないんですよ。だから湯船入って洗ってからすぐ上がって乾かそうかなと思って、まだ髪の毛だけ洗っていません。今日ジスちゃんのソロの時のフラワーの時の掛け声ができなかったんですよ。だからちょっとさっき勉強しました。フラワー、キムチ、スープ、リンク、マウメ、コチャギ、ナムギ、ロー、ワッタンダ。なんか今回めちゃくちゃ難しいけど、できたらめっちゃ気持ちいいと思う。湯船気持ちいい。もう3時やけど朝の。やばいよね、早く寝ろって感じ。というわけでバイバイ。お疲れ様でした。おはようございます。南区じゃーん、イエーイ、牛タンめっちゃ美味しそうじゃないですか。いただきます。うーまっ、うーまっ。やばい、今食べ終わりました。めっちゃ美味しかったです。今から会場に向かいます。だけど東京ドームにはあれがあるんですよ。東京ドームシティっていうなんか遊園地みたいなのがあるんですけど、今日は昨日約束したお化け屋敷に行きます、ライブ前に。というわけで行ってきます。また動画撮ります。本日も東京ドームやってきました。かわいい、使っていただきます。イエーイ。今日私たちはちょっとペアロックっぽくて恥ずかしい。待ち時間ほぼなしで行けた。東京ドームにこんなのがあったよ。すごい、めっちゃ可愛いこれ。ありがとうございます。かわいい、やば、マクちゃん。ちょっと皆さん聞いてください。電池がなくって急遽ねコンビニで買ったんですよ。でコンビニが2軒目でやっと見つかったんですよ。1軒目がもう売り切れてて、で買ったのパナソニックのアルカリ電池単4 8本入り。そしたら1015円、5本入りとかがさ100均で買えるやん。なのにさこの8本しか入ってないね。まあパナソニックで長持ちって書いてるからいいのかもしれんけどさ、1015円、せめて600円ぐらいで収まると思ってたから本当にびっくりして、本当に何やこれって思ったんやけど、まあ、しょうがない。ありがとうございます。スタバゲットだぜ。というわけで今から私は東京ドームに行こうと思います。なんかほんまにエニーパスやばいから、スタバさんでちょっと Wi-Fi をお借りしてエニーパス開いたままもう私は行きます。というわけで行ってきます。バイバイ、楽しんでくる、またレポします。バイバイ。あー入りました。ボンピンク、今終わりました。ちょっと唇に血色がないんですけど、東京だー、ほんまに幸せだった。けど私ちょっとさっきというか昨日の夜言ったジェスちゃんのフラワーの掛け声なんですけど、周りが言ってなさすぎてちょっと恥ずかしくなっちゃって途中でやめてしまいました。なんか言うんやけど1行目でやめてしまうみたいな、なんかほんまにちょっと悔しい結果になったので、大阪では絶対全力でやります。これは約束します。諦めかけてたんですけど行きます。取り消しした今。今取り消しをした。こちらに行きます。靴を脱いで入る新格お化け屋敷、今行ってきました。本当に怖すぎて死ぬかと思った。もうめっちゃ叫んだ。ではゆっくり帰ります。ケンタッキーを食べたいらしいな友達が、ケンタッキーを買います。ケンタッキーを食べます。帰ってきました。なんか部屋散らかりすぎだよね、ごめんなさい。アンコールは一塁側のお兄さんからせーのって聞こえたの、もう一番最初。その瞬間みんながこの枕空し
すごかった。多分他にもせーのって言った方いらっしゃると思うんですけど、そのお兄さんの声がでかすぎて、なんかまた出てほしい。 A ネーションとかそういう単独イベントじゃなくてもいいから、なんかフェス系野外で、まあ、スタジアムでライブしましょう。ブルーピン、そう一番大事なこと、リサちゃんが昨日黒髪だったんですよ。やけど髪の毛茶色になってて、あとそう今日物投げてたの。トロッコ出てきた瞬間にまず思い出したの、あ前なんかグッズ投げてたりしてたなって。そしたらなんかブルーピンたちがトートバッグをこうやって下げてて、今回投げるんやと思って、でずっと私は今日もねリチェンが一緒にトロッコ乗ってたからリチェンのトロッコだけをこうやって見てたんですけど、最後の方あのトートバッグ投げてなかったんや、前はトートバッグ投げてたのになって思ったら、あ私トートバッグ投げてないって言ってアリーナのいい席の人たちに投げてた。今回私アリーナには足をつけることができなかったんですけど、大阪ではつけれたらいいなと思います。マジで楽しかったな。あとドノアズズの掛け声もめっちゃ良かった。ドノアズズみんながめっちゃ言ってた。ほんまにブルピンのオタクって幸せだなって思ったこの2日間で、これからもたくさん現場でブルピンちゃんたちに会えたらいいなって思いました。ダンサーイケメン見つけた？あ、裸の人？うん、ナナルは裸のあの人がタイプか。名前出て大丈夫？ナナル、うん、あ、よかった。高校の時からナナルって呼んでるんですけど、シホルナナルで、もうずっと抜けない、もうずっとナナル。私だけだよね絶対ナナルっていうの。今日ヨンジちゃんも来てたらしいよ。そうびっくりした、そもそも日本にいたんだっていう。これなんやっけな、なんか2つセットなのいいよね、友達と分けたりできそう。ゼニちゃんの You and Me、 なんか毎回鳥肌立つ。あれやばくない？映像で見てもやばいんやけど、生で見た時のサビになった瞬間、その男の人が出てきて一緒に踊るんやけど、それがジェニちゃんの顔が映るんじゃなくって、男の人とジェニちゃんの黒い影がね映るのね、踊ってる。演出も神やし、歌もほんまにいいし、あとロゼちゃんのオンザグラウンド、あれ本当に私大好きなんですけど、一番最後さ大勢のダンサーとさロゼちゃんがセンターに立ってさ踊るじゃん、あれがもうたまらないね、見てて気持ちよすぎる。リサちゃんのEveryoneSilent、ちょっと言えないんやけど、みんな静かにしてた。けど昨日の方成功してた気がする。なんか今日は Everyone Silent って言って黙らないといけないじゃん、なんやけど後ろからイエーイみたいな聞こえてってなりましたね。早く現場がまた欲しいですね。なんか大阪の時とかないかな、重大発表、日本ツアーやりますみたいな。今回の Vlog はこれで以上になります。ナナルンがずっと Vlog って言ってくれたのでなんとか撮れたんですけど、いつも忘れるけどね、けどもしかしたら素材が少ないかもしれないですが、見てくれてありがとうございました。また現場 Vlog やります。見てくれてありがとうございました。バイルルン。